著名な盲目の人権活動家、陳孝生氏がアムネスティ・インターナショナル日本支部の招請で10月18日から北海道、東京、名古屋、京都、広島での巡回講演を行っています。陳氏は中国共産党から受けた弾圧の体験のほか、現在の中国の人権状況について述べ、国際社会は共産党という悪魔に気をつけるよう訴えました。中国の著名な人権活動家、陳孝生氏は、 10月29日、都内の明治大学で講演を行いました。陳氏は自身の体験を挙げて中国共産党の人権侵害の実態を語り、日本人は中国人の人権状況が改善されるよう手を差し伸べてほしいと訴えました。陳氏は中国共産党による人権活動家への弾圧は激化しているとし、709事件の人権派弁護士大弾圧では、 ファルンゴンや社会のマイノリティの弁護活動を行ったという理由で320人が当局に連行されその家族も嫌がらせを受けていると述べました以前逮捕されたコウチ弁護士は釈放後も当局の監視を受けていると言います 通过这个美国国会或者其他的机构呢，我们就直接提交给美国国务院，要求他把这些曾经参与迫害维权律师或者是维权人士这些人，就列入制裁名单当中。这个对他们是非常非常有效的一种方式。而且我们也可以把这些做过恶的人的这些资料放在那儿，作为一个呃记录，等到中国民主化的那天。 陳氏はまた今回の日本公演をめぐって中国政府があらゆる手段で陳氏の通訳者を脅迫し公演を阻止しようとしたことを明らかにしました陳氏は国際社会は中国共産党という悪魔につけいられぬよう気をつけ 自由と人権に関心を持ってほしいと訴えました。新東人テレビがお伝えしました。